どうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日はですね、タンホール12のアタックね、見ていきたいというふうに思うんですけども、私ね最近ちょっとそのコウモリが使いにくくなってるなっていう印象をまあすごい受けるんですよね。インフェルノタワーがまあ仮にシングルであってもウィズ島のね場所をすごい工夫されていたり、あとギガテスラがね嫌なとこにあってちょっとコウモリでアプローチをしにくいなっていうような配置で、ちょっとね今脱コウモリをね目指していろいろ悪戦苦闘してるんですけども、まあその中で一個だけね、これはまあ型としてまあ使ってもいいかなっていう編成が決まってきましたんで、ちょっとね、それを本日はご紹介していきたいというふうに思います。で、かなりね押されてる対戦なんですけども、まあこれは負け確定状態ですかね。まあ、なんですが見てほしいのはこれですね。今日の動画2つのリプレイ見ていきたいと思います。編成の骨格は両方とも変わらないですね。でどんなアタックかっていうと、最初にグランドオーデンにヒーラーをつけて、その、パートで相手のインフェルノタワーを1本折る。で折ってからは、ペッカとボーラーを一気にこう中に突入させていって、で中で暴れさせた後に外周を基本ホグライダーかな、まあ、今回はボマープラスのホグライダーで削ってますけども、まあ、こんなようなね、削り方をするっていう攻め方になってます。でまずはね1回動画を流してみてほしいと思うんですが、早速ここ、グランドウォーデンで削り入れてますね。ここのとこですね。グランドウォーデンのターゲットが今この対空砲に向いて、いるんですけども、その後にきっちりとこれインフェルノタワーにねこうアプローチできるような、まあ、そんなようなね、グランドオーデンの流し方っていうのをやってます。まあ、この辺の流し方っていうのはまあどう言ったらいいのかな、多少フレチャーとかで練習したらそれなりにねできるようになってきますんで、あんまり心配しなくてもいいかなと思います。で、バーバリアンキングで4時方面、サイドカットをしながら7時方面っていうのかな、ここは7時8時方面からペッカボーラーとアーシャークイーンを出して一気にこのクエイクで開けた穴のど真ん中にこう流し込んでいきますね。で流し込んだところでレイジを一発打っていって、イーグル砲、あとは相手のギガテスラ、さらにはインフェルノタワーにアーチャークイーン援軍と主要な施設を全部束になってこう処理していきますね。でそうすると見てほしいのは外周なんですよね。残っているのは外周、こういうところだったりこういうところ分かると思います。ここを今やっているようにロックボマーで削っていきます。でさらに、手持ちでホグライダーを6体、持っていってますんで、こいつらも使って削っていくんですね。で、まあ、この攻め方の、まあ、ポイントとしては中央で何せ、アーチャークイーンとボーラーを暴れさせまくって、で、その残った外周をねこんな形で、ボマーだったり、あとはホグライダー中から出てきたバルーンとかでこう押していくっていう、まあ、そんな感じですね。ここはまあヒールを使ってウィズ島の竹をね、まあ、うまいことライトニングドラゴン取ってくれてるんですが、まあ、傷ついたユニットを一旦回復させて、で最終確認にアプローチしてきますね。とまあこんな感じです。どうでしょう、結構こうやって見るとシンプルじゃないですかね。やっていることは至って簡単というか、別に高難易度のものすごいタイミングをね測らなきゃいけないようなアタックをしているわけではないと思うんですけども、まあ、こんな感じで前回までね持っていけますよという、まあ、お話ですね。さてちょっとね、本日2つの、リプレイ見てほしいと言ったんですが、もう1回ねこのアタックちょっと振り返ってみたいと思います。まあ、どんな風に考えてるかっていうと、まず私一番最初にこの攻めをするときに重要になってくるのは、その前にまあ編成言いましょうかね。編成で重要になってくるのは、まずはグランドウォーデンにヒーラーをつけたオデヒーパート、これが1ですね。で、2は、クエイクです。これを使えるところ。これを使えるかどうかというのが2つ目です。で、さらに3つ目のパートっていうのが、アーチャークイーン、ボーラー、あとはペッカですね。こいつらを流し込めるかどうか。これが3のポイント。で、さらに4番っていうのは、ここですね。オグライダー。このね、4つのパートから大きくこの攻めは成り立ってます。で、それ以外の矢印がないユニットっていうのは、フリーバックです。その配置に合わせて、
まあ、適宜臨機応変に、変えていくっていうのがいいと思います。なんで今回は私突破兵器ね、ボマー使ってますけども、ウォールバスターを使ったパターンというのもあります。これはね、このリプレイの次のリプレイで見ていきたいと思うんですけども、とにかくこの4つのユニットをどこで使っていけるか、まあ、どこで使っていけるかというよりも、この4つのユニットを今から言うようなパターンで使っていけるか、これが、この編成がね、ハマるかどうかの、カターンがハマるかどうかのポイントになりますんで、よくね、ここちょっと、説明をさせてほしいと思うんですけども、まずグランドウォーデン。ここですね、このインフェルノタワー。これね、パッと見た感じ、全体から浮いてますよね。わかりますかね、防衛説とかで見てみると、こんな風になっているんですけども、結構ね、壁から見てもこう出っ張ったところにありますよね、このインフェルノタワーが。出っ張ったところにあるこういうインフェルノタワーっていうのは、結構グランドウォーデンで潰しやすいです。結構ね、その壁の外にも最近防衛施設が増え始めてるんですけども、基本は壁の中に主要な施設入ってます。例えばこういう、インフェルノもそう、クロスボウもそう、イーグルホーンもそう、あとはアーチャークイーンとか、防衛具とかですね。こういう主要施設っていうのは、これもそうか、壁の中に入っていることが多いんで、割と私はお弟子できるかどうかは壁の配置見て決めてますね。今回みたいにこういう出っ張り型、こういう出っ張ってる部分がある場合には、この出っ張りにグランドウォーデンを当てて、このインフェルノタワーを折ってしまうということができると、中に入っていくときに横打ちがされないんで、すごいね、ユニットの延命につながるんですね。これが1個目の、ポイント。2つ目のポイントいきますね。2つ目のポイントっていうのはクエイクです。クエイクを使ってど真ん中に穴を開けることによって、ユニットが四方八方に散らばれるかっていうことです。最近、この壁をなるべく密集させて、壁の外側にも防衛施設を配置する、まあ、こんな風ですね。こういうの壁の外にもこういう風に防衛を配置して、壁の中を比較的ね、細かい区画に区切って密集する配置が流行ってます。これがね、割とその壁を乗り越えて相手を倒すっていうことがしにくい、まあ、処理しにくい、配置を生んでる要因なんですけども、そこを逆手にとってクエイクで一気に穴開けちゃうんですね、多数の区画に。今回で言えばここですね。ここにクエイクでドーンと穴を開けるとどうなるかっていうと、ほぼほぼこの辺がこうつながるわけですね。こんな風にかな、ちょっと違ったらすいませんけど、まあ、こんな風にかな、こんな風につながるわけですよ。そうすると、ここに入ってきたユニットがもう四方八方に壁を無視してこう暴れ回れるわけですね。これね、ジャンプの呪文じゃこうはいかないんですね。確かにここにジャンプ打つ手もあるんですけども、そうすると、一回こっち行ったユニットがこっちに戻ってからこう進むとかね、そういう非効率な動きをしちゃいますね。で、その動きをするときに、いち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 ジャンプの呪文に対して一瞬止まるんですよ、ピタッとユニットがね。ピタッと止まるこの一瞬が、まあ、ものすごい邪魔です。なので、今回の私の攻めでは、クエイクを使ってど真ん中に、もう壁を完全無視できるような、エリアを作ってしまう。それができるかどうかっていうのが、この2つ目のポイント。で、3つ目のポイントっていうのが、ペッカとポーラを流し込めるかですね。サイドカットが非常に重要です。片一方のここはグランドウォーデンでカットしちゃうんで、まあ、完全にね、なくなるから気にしなくていい。今回、こうアプローチする場合に、邪魔なのは、まあ、この辺ですよね、この辺。この辺をカットできるかどうかです。まあ、そこに関しては、バーバリアンキングを私使うのがベターだと思いますね。よいしょ、ちょっと消しますけども、よいしょと。バーバリアンキングを今回、中にこう私流し込みましたが、別にこれっていうのは、中である必要はないんですね。ここから外に行ってくれても、まあ別に構わないです。構わないんですけども、まあ今回私は、割と中がね、この辺、広くこうカットしなきゃいけないんで、この辺をね、この広々カットしなければいけないから、こっちではなくって、内側にね、こう流しました。流すことによって合流させて、点も中に入れてしまえば、まあ別にね、今この矢印が引かれたここのところ、この主力の部隊が逸れることはないので、まあそういう風なカットは今回はいいかなと思いましたね。で、最後、こことここ残るって言いましたよね。ここに関しては、ボマーとあとは、ホグライダーを当てていきましたが、まあ、今回、ボマーをね、突破兵器使ったから、まあ、そういうアタックになったんですけども、これ、クエイクで穴を開けるだけじゃ、不足しますよっていう場合、例えばね、そこに、バスターのアプローチ、そんな方法っていうのもあります。別に、ロックボマーに必ずしなきゃいけないってことはないです。
でその場合にはホグライダーが足んなくなっちゃうんで、まあ、例えばペッカとかね、今ここにいるこの、ライトニングドラゴンとかをちょっと減らして、ホグライダー多めにね持ってくなんてことをすればいいんじゃないかなって思います。で、ボマーをぐるっとね、あとホグライダーをぐるっと回して外周ここまで、ボマーの中にいるバルーンとホグライダーを私回していきましたね。まあ、こんなような形で結構ね中央をこうガツンとえぐってしまえば外周を流すことはそんなに難しくなかったりしますんで、まあ、ヒーリングの呪文もね、こう1個持っていく通して、回復させながらまあ進めさせれば、まあ、そんなにね、難しいことはないかなと思います。ということで、もう1回、このアタック、ちょっとパートパートね、細かく見ていきましょうか。まずこのボーラーのカット、これはね、あのグランドボーデンを反らさないために非常に重要です。あの逆に、突出しているインフェルノがあってもこういうカットができない場合にはあんまりねグランドボーデン使うのは得じゃないですね。あのグランドボーデンが全然違う方向に逸れちゃったりするんで、こんな方とかねタゲってしまったり、こっちの大砲をタゲったりしちゃったら、まあ、これ完全にアウトになりますんで、両脇をしっかりね、まあ別にボーラーじゃなくてもいいんですよ。ベビードラとかね何でもいいんですけども、カットしていって、でグランドウォーデンを狙った方向にこう歩かしていく、まあ、これができるかどうかっていうのは最初にね、考えるべきポイントかと思いますね。でクエイクの呪文を打っていきます。グランドウォーデンにヒーラーつけた場合って進歩がすごいスピードが遅いんですね。なんで、クエイクの呪文は、オデヒーのパートの途中でこう打っていったらいいと思います。でこのレイジはねこれ回復の効果もあるんですけど、オデヒーをねよりこう早く進める意味もあります。とにかく遅いんで時間切れになっちゃうんですよね。今回もグランドボーデンプラスヒーラーパート約1分間でやってます。1分間でやっていても最後ほんと数秒しか残んなかったんで、やっぱりねオデヒーパートっていうのはなるべく短めにすべきですね。でバーバリアンキングのサイドカット、ちょっと今横漏らしちゃいましたけども、ここからガーッと中に入ってきて中央にね合流していくような格好を作ってますね。で穴をきっちり開けてますんで、中でユニットがこう暴れられる状態作ってます。相当広くつながってますから、この辺まで全部ねこう潰していける目処が立ちますよね。そうすると潰していけるってことはユニットがそこまで歩いていくので、ターゲットが分散してます。その間に裏からこうボマーを出していくわけですね。ボマーを出していって、ボマーをどん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 こう先に進ませていきます。で体力がなくなってきたなっていうところら辺でバルーンが出てくるタイミングでこれホグライダー出しました。まあ、別にバルーンに任せちゃってもいいんですけども、あのこれから使う呪文がヘイストとヒールだったんで、まあ両方ともホグライダー乗っかるし、あのいいかな、まとめて出しちゃえと、まあ、そうした方がね全体の進捗も早くなるんで、時間切れも少しまあ心配でしたから今回出しました。別にねあのここから出すことが同時に出すことが別にセオリーではありません。あの別にバラバラに出しても構わないんですけども、まあ、ヒールの呪文に両方とものっけたかったっていう、まあ、そんだけの話ですかね今回は。で、ホグライダーとバルーンしっかり連携を取りながら最後の区画まで歩いていって、そのまま全開という格好ですね。結構歩きましたよねこのバルーンとホグライダー、まあ、さっきも絵に描きましたけども、ここからここまでぐーっとこう歩いていくわけですよね。まあ、ここからあの ホグが合流したとはいえだいぶ距離を歩くんですけども、まあ、これぐらいねあの中央でユニットがターゲットを取ってくれれば、バルーンやホグが歩けちゃうよっていうことです。まあ、そこをねあのこのクエイクの呪文で真ん中壁開けて中央にユニットを散らせるその効果というところでね理解してもらえたらと思います。さて、ではもう一本ねこの関連動画を見ていきましょう。まあ、同じ私のアタックになってしまってちょっと自分の宣伝っぽくてねあの恐縮ではあるんですが、まあ、リプレイが消える前にね見てほしいと思うので結構ギリギリですから行ってみましょう。これですね、前回のグランドウォーデンの、お手火の使い方っていう動画、見てくれた方は、このね、アタック何度も目にしてると思うんで、あもう知ってるよっていう場合はここで動画切ってくれてあの構わないですけども、まあ、今回はね少し視点を変えて説明しますんで、まあ、説明のポイントが変わってきますから、まあ、よろしければあの最後までご視聴ください。で、これオデヒーですね、しっかりとビビードラで12時をカットしてからオデヒーを使って、この突出したねここのところのエリアアプローチしていきますね。しっかりとこの、インフェノタワーを追っていくという狙いがあります。でオデヒーをしている間にクエイクの呪文を落としちゃいます。で落とすことによってこのクエイクの呪文の効果範囲見てほしいんですが、相当ね壁を大きくつなげてます。
ここまでこうつながってますんで相当広くなりますよね。最初密集しまくってたと思うんですけども、こんな風にねクエイク使うとあっという間に広がっちゃいますんで、そうすると怖いのはもうここだけですよね。ここを今持っているこのホグライダー、こいつで潰していくと思ってください。でバーバリアンキングですね、今回はバーバリアンキング中に入れませんでした。あの外側の方にね歩かした方が得策なんですね。なんでかというと、ここがすごい邪魔だからです。このエリアダウンするとユニットがこっちに出てきちゃうので、これをカットすることによってこっちに行かせずにしっかりとユニットをこっちに流していくと。なんでペッカとボーラはしっかり壁の中に入れてきましたね。まあ、ここら辺はあの通常の、ね、サイドカットの技術だと思ってもらえれば結構です。でウォールバスターを使ってペッカとボーラは壁の中に入れてきましたんで、ホグライダーを少し多めに持っていってます。さっきは6体のホグライダーでしたが今回10体ですね。でこう数を増すことによって見てほしいんですけども、ヒーリングが1枚残ってますね。このヒールを使って全体を生かしていくんですが、主要でペッカが結構ターゲット取ってますよね。なんで、ユニットの A のダメージがあの、まあ、ホグライダーの A のダメージっていうのが結構入りにくい状態になってます。なんでここでヒールでしっかり回復させてインフェルノタワーも追ってから最終核にある、このインフェルノタワーとウィズトボムタワーにアプローチしていて全開という格好ですね。どうでしょうかね、もうこんな形であの簡単に、ね、使える戦術になっているので、あの皆さんぜひね、全開戦術少し最近いいのがないなっていう方は一回試してみてもらえたら面白くなるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひご参考いただければ幸いです。はい、というところで本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では失礼します。バイバイ。